じゃあこっちでいいですね。はい、じゃあ大雪のせいで仕方がないということで今日は1月、26日、スーパーストリートファイターズ月例大会3人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。雪だし仕方がない大雪ですからね。はい、使用キャラ自由でやっていきましょう。でリーグ総当たり3試合選手制でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ最初の試合、樋口さん言っちゃったよ、ヒグさん対ユッキーさんでやりましょう。言っちゃったからもういいんじゃねえかって説もあるけどあーちょっとゆっくりでいいですか。ゆっくりでごめんなさい、ゆっくりいきましょう。ゆっくりでお願いします。はい、じゃあ使用キャラを聞きに行きます。最初だけで負けたら交代 OK のルールになります。俺に聞こえ、向こうにも聞こえちゃいましたけど今大丈夫ですかS オークで、はい、じゃあ S オーク DJ でお願いいたします。はい、では本日、3人による総当たり戦、3試合選手制となります。よろしくお願いいたします。いや 1P ユッキー S ホーク、 2P が、ヒグ、DJ ヒグ、あの絶対に言っちゃいけないあの伏せ字ですねさあ飛び飛ぶと投げキックの対戦、こういう対戦は大体あの1回捕まるとそのまま試合が終わっちゃう流れが多いんで、 DJ 的には絶対に1回も触らせないでさあ倒していきたいところ。そばかにミスか、今のはちょっと怪しいラインありますよ。しかしなかった。チャンス 2P、 1本取ったら 2P ヒグ DJ、 さあさあ危ない、あ、あ、お、読み合い、弱っ、捕まった、やばいやばい、助けて助けてくれ、助けてくれない、自分で何とかするしかない、それが X というゲーム。さあ取り返したユッキー S ホーク、胃が痛い捕まった瞬間に終わります。一応あのかわせますけど、あ、ここ読み合い、あ、読み合いからの、いやジャックでかわしたが、や、やだ、うわ、うっ、さあ、ある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 、なかった、起き上がり投げ前、投げ前ないでした。勝ったのは、1P ユッキーホーク。さあそのまま2先、あ、じゃあ3先です。今日は3先ルール。さあキャラ編は OK ですが、あえて DJ を選んでいく、今日はキャラ自由です。この組み合わせはもう見てて分かりやすいですからね、本当。飛び道具と、ね、あの対空意識であの捕まえられないように一生冷たく立ち回るか、捕まった瞬間そのままあの行くか、二択です。さあそばかにここは出していく、4発全部ガードで OK ですね。どっか一発でも割れちゃうと、昇竜で割れちゃうと、コンドルダイブで割れてしまうと、トマホークか、トマホークで割れてしまう。一応ね、あの投げキャラのくせに昇竜拳持ってる悪いキャラなんで、このキャラね。で、駒投げは、投げつかりモーションなしと、なかなかいいキャラです。めくりから、あっと、これはいろいろ噛み合った結果、さあ、結局、さあ、引っ掛けに行ったが、ここはさすがにすら当たらず、逆角を仕掛けていかない、行く場面がどうしてもある、あー、危ない。危なかった。さあこれは3発当ててからの、さあ置き攻めいかない、冷たく立ち回る、取り返した 2P ヒグ DJ、
まあ、これが本来流れですね。ただ、まあ、これだと辛いんでキャラ変強 OK のルールでダルシムかバルログだ、来た。さあバルログが来ました。さあ1-1です。セットカウントは1-1。まだお互いもう1試合負けれますから、さあこのバルログに対してどうするかですね。さあもう3試合何でもいいから勝ちに行ってくださいという、そういう今日の分かりやすいコンセプトの対戦。めくりから、さあここはめくりをあえて、あ、めくりからあえてそこまで深く攻めいらない。さあ中遠距離をキープして画面を生き生きと元気よく駆け回って巡っていくバルログ。さあ裏から中 P 小 P で落として、さあいい勝負だぞ、これいい勝負ですよ。おーマジか、投げるですよね。あそこもうね、触った瞬間投げともう壊し、あのアッパーみたいなマシンガーみたいな、もう2択です。あともしくは小技当ててからそのもう1回あのそのまま投げるみたいな。触られちゃうとこのゲームどうしてもジャンプモーション中にも投げられ判定がついたままなので、さあ当て投げ、投げはめ的なことができてしまう。さあしかし1回こかして、さあ裏か表かわからない。さあリーチの状態、ひょうひょうと、さあ上から三角飛びして最後は爪伸ばすだけ。さあ取り返したユッキーバルログ、さあ先にフルセットに持ってリーチに持っていくのはどっちか。さあバルセロナアタック2回かな。さあ塚原、おっとどうなるんだ。さあしかしノーダメ、ここはノーダメに切り返して、しかしジャンプ台系、立ち台系、裏これが見えない、もう1回正面か裏かもうわからない、誰もわからない。勝ったのはユッキーバルログ。さあヒグなんとかさんがこれでどうするかですね。バルログさすがに辛い。さあブランカは出してきた。ちなみに今日の3人は大体 X やってる勢なのでいろんなキャラ使えると。さあさあそうなんですよね、ブランカ無敵ないんですよね。さあブランカバーチカルに発生はめっちゃ早いけど無敵やったしかなかったはず。さあこれはきつい。まず1本取ったのはユッキーバルログ、これでリーチ。さあスカレコテラ、そしてローリング、ローリング大大で打ってきましたね。大小で一応大大小しゃがみ小 P 小詰めで一応ジャンプロース的なことができます。さあローリングしっかり返していく、しかし投げられてリーチ、あーローリング、これは半角歩いてた、タッチピー、勝ったのはユッキーバルログということで3対1でユッキーさんの勝利です。はい、あー逆だ、ごめんなさい逆でした。じゃあヒグなんとかさんと俺やりますか。マイクできる人が多分いないんで、私、あの私じゃないや、そのままあのサイレントでいきましょう。じゃあ俺はあのガイルというんだと俺は竜でいきます。はい、じゃあどっちいきますか、好きな方。 2P で了解しました。はい、じゃあ 1P 天石松屋龍、対する 2P ヒグなんとか、ガイルですね。多分なんか 3先があの龍ガイル戦に なっちゃいそうな気がしますけど、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ3人しかいないんでこのままあの勝ち上がった、僕とユッキーさんで決勝戦ですね。で、キャラは今あのヒグナとかさんにあの聞いてもらったんでこのまま決勝戦になりますんでよろしくお願いいたします。実況なしでできる人いないんでね、よろしくお願いいたします。
ということで1月の優勝はユッキーさんです。おめでとうございます。早っ誤差機でよかったかないやもっといると思ったんですよ今日ぶっちゃけて。本当にもうちょっとねいるかなと思って、本来だったらなんかベンダさん来るはずだったんですけど、残念ながら今日やっぱ雪の影響で来れない的な流れだったらしくてね、今日こんな感じになりましたけど、まあ、この後なんかベンダさん来るらしいんで、皆さんあとじゃあよろしく申し訳ないです。ご先にすればよかったと終わってから公開しております。はい、ということで本日の、月例大会以上で終了になります。皆さんご参加誠にありがとうございました。
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Round two, fight! Fight! Ah!
Fight!
Thank you.